さ、着きました。もう柏原駅に変わってますけどね。あれ駅名表がね、JR 難波駅ですね。こんなとこ、こんな端っこにあった、ね、JR 難波駅。いやー、やっと着きましたね。さあ、今の時間が結局どんだけかかったのかな。磯川は回るってことは走ってきましたけど、16時52分ってことは18時37分に出たんやから、8時間15分か、ね、平日の普段のほぼほぼ勤務時間じゃないですかね。うわうわ、これは急がば回りすぎたな。まあ分かってましたけどね、そりゃそうよ。やっぱしね、そうですね、やっぱし、じゃあ時間のこと考えたらやっぱし近鉄使った方がいいかな、四日市から難波は。うん、ね、やはり、というか関西本線で来た方が絶対いいですね。うん、それはいいですね。あ、でもね、やっぱ道中の景色はやっぱいいですよ。何でね、東海道新幹線も近鉄もね、火の鳥もね、全部ね、山中走ってきますからね、この南紀と黒潮はもう海側走ってきますからね、でも景色は一番いいんじゃないかな。ああ、そうそう、で道中でね、あの降りてね、あのね、新宮とかでね、ご飯食べて、まあで紀伊勝浦でね、マグロ丼とかも有名ですからね、あなたりとかも食べてとかっていうね、途中下車をして行くっていう手もありますしね。うん、道中を楽しみながらやるっていうところも含めて、ね、総合的に見てみたら、ね、ワンチャンありかもしれませんよ。12,560円という値段がね、火の鳥3往復で、火の鳥2回分 ?3 回分 ?4,000円ぐらいやもんな。4,000円ぐらいやから、火の鳥3回分か。1往復半できるか、火の鳥で。あ、ね、っていう気もしますけど、いや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 、ね。で、やるのをね、どんどん使ってかんとね。ね、うん。ってことでね、とりあえずね、そばこれでね、JR 四日市から JR 難波までね、在来線途中で移動したっていうのはね、終了にしたいと思います。まあ、この後またちょろちょろと通ってきますね。はっきりし言います、帰りは火の鳥使いますからね、同じ工程乗れるかっていうか、明日の仕事に間に合わなくなりますからね、そうそう、ということでとりあえず国鉄電車に囲まれながらひとまず動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。